はい、こんにちは、ポップです。5月28日金曜日、本日もスキャルピングをやっていきたいと思います。えー、昨日はね、えー、一応スキャルピングやったんですけど、えー、私の録画をね、したんですが、マイクのね、電源を入れてなかったということで、ちょっと無言の動画になってしまいましたのでね、えーまあ、昨日のところは、えー、ちょっとね、アップができませんでしたが、今日はね、えー、しっかりと、えー、こちらのね、取引で、えー、アップをしていきたいと思います。 そしてね、昨日のところでもなんとか利益を出すことができまして、昨日は27位ですのでね、まあ、ここからのスタートということで、まあ、3400円のプラス、1700円、600円のマイナスを経て、1000円のプラスと5906円のプラスということでね、まあ、昨日はね、大きくポンドが動いたところでございますが、そちらの部分もね、まあ、ポンドはちょっとやらなかったんですけどね、まあ、うまく波に乗れたトレードができまして、一応ね、先週の火曜日からやりましてね、100万円の元金に対して、 3万7859円のね、今、利益が出ているという状況でございます。そんな形でね、コツ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 ではございますが、一応安全装置のね、マイナス1万円になったら、強制的にね、ロスカットをするというね、ルールもつけておりますので、そういったところを含めてね、始めていきたいと思います。そして今日のね、ペアの方も、クロス円がね、3通貨ですね。ドル円とユーロ円と、 あとは5ドル円ですね。こちらのスプレッドが小さいものを3つ並べております。そしてドルストレートも3つでございます。まずはユーロドルとポンドドル。 はいえー、そしてね、えー、5ドル、米ドルというところでね、まあ、この合わせた、えー、6つの、ね、ペアで、えー、なんとかね、トレードをしていきたいなと思っておりますので、まあ、皆さんのね、少しでも参考になればと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします、えー。それではまずね、ドル円から見ていきたいんですが、ドル円ね、右肩上がりの移動平均線で、まあえー、こちらの方ね、15分足と5分足は少しね、難聴というところ、移動平均線を下回っている平均足でございます。そして1分足がね、ちょうど移動平均線ぐらいなので、まだまだタイミングとしてはね、 yeah <laughs> こちらの方入るタイミングではないかなとは思いますが、基本的にはね、上に吹き上げるタイミングというのはいつか出てくると思いますのでね、そういったところをしっかりと上昇を捉えたい。ただ、このどうでしょうかね、今日は実質月末、月曜日がね、ロンドンとニューヨークがお休みということなので、ロンフィクにかけてのね上に上がって110円を狙っていくというところがあるかもしれませんので、この時間帯はあまり動かない可能性があるというところでございます。そしてユーロドルもね、狙っていきたいんですが、こちらの方はね、上目線で狙いたいと思います。 移動平均線をね、なんとか下方向から抜けてきた1時間足、そして15分足、5分足ともにね、移動平均線の上側にね、えー、今、乗っかっているというところ。し、えー、しかしながら1 分足がちょっっと移動平均線割り込んででしまったので、まあ、この辺りがね、移動平均線を超えて陽線ぐらいになったところで、ちょっとね、上昇を取っていきたいなと考えております。あとはね、まあ、ポンド絡みは今日はね、ちょっと難しいかなと思いますんで、あとユーロ円とかね、5ドルベードルといったところでね、まあ、スプレッドが比較的狭いところを優先順位をつけて、ね、やっていきたいと思います。それでは、監視チェックをしながらね、入れるタイミングを見ていきたいんですが、ドルがちょっと移動平均線割っちゃって、 なとというところですねそうすると、ユーロドルがもうちょっと上がってくると面白いかなというところでございますが、まあ入れるタイミングね、まだ来ないかなというところですね。ユーロ円は、ーユーロ円もね、右肩上がりで1時間足、15分足、5分足ともにね、上目線なんですが、ちょっと1分足崩れちゃいましたね。ここも今は見送りかなと。そしてゴードルベイドルは、こちらは下目線ですよね。 1>, えーまあ、1時間足と15分足が移動平均線の下側。5分足だけね、えー、ちょっとこちら移動平均線上回ってますけど、今陰線がついてるということ。えー、こちら1分足がね、下落トレンド入ってきましたんで、この辺りね、えー、ぜひとも、はい、ショートで狙っていきたいなと思っております。ちょっとこの辺り、今、要線が出てきましたんでね、これが陰線になったところ、移動平均線の下側でというところを狙っていきたいなと思いますね。えー、ゴードルベイドルはちょっとこちらの方は、 ショートをね、えー、仕掛ければと思いますが、あまり要線がね、えー、続くようで、えー、この移動平均線、ピンク色のラインを超えてきたときには、えー、ちょっとね、ショートは諦めたいと思っております。ユーロドルどうかなあ、プラスになってきましたね、逆に。はい、ユーロドルは逆に、あ、でも微妙ですよね。次の足が確定したところぐらいからね、インできればなと思っておりますが、ちょっと微妙かなうん、今のところはね。逆に、えー、5ドル、 ベドルそうですね。ユーロドルとゴードルベードルが今狙いどころかなというところですね。まあどうなるのか。ユーロドルがね、上方向に抜けていくのか、えー、ゴードルベードルが下方向にね、もう一回インが出てくるのか。まあそれによってね、判断したいと思います。えー、さあどうなっていくでしょうか。えー、お、要線が出てきましたんで、次が要線確定するような形であれば、はい、ロングが取れるかなというところですね。えー、ゴーいいですね。いい形になってきましたんで、ここはロングで入っておきましょう。 ロングで入りましたまあ、ただね1.22というところがありますんでここのあたりのレジスタンスには気をつけないといけないかなというところですね5ドルベドルは逆にこれ要線が続いてますんでねはいまあ、同じドルストレートなんでねこちらが弱くなればまた どどうかなと思いますけど今、ユーロドルでねロング入っちゃってますんで、5ドルベイドルでショート入りますとね、ねまた別の話になってしまう。えーまあ、同じような動きをしますんでね、ね、えー、こういったところは同じようなポジションは取らないようにしておきたいなと思っています。えー、そしてですね、なんとかプラテンをしてきましたが、もう少し伸びていただければ、一旦ねん、まあ、秒スキャみたいな形で、はい、1000円伸びてきましたんで、そろそろでしょうかね、1098円。 このあたりで、はい、利格をしておきます。まあ、また次のチャンスね、入りますんで、1回目は手堅く、はい、ロングで、えー、利格ができましたということで、えー、今日の分に、えー、変えていきますと、当日分の更新ですね。えー、先ほど1098円、えー、これを取れましたんで、まあ、これをね、えー、つ弾みにして、えー、もっとね、利格をしていきたいと思います。まあ、もうちょっと伸びちゃいましたね。<laughs> はい。まあ、これがチキン利格と言われるね、えー、ゆえんでございますんでね。まあ、また入ればいいかなと思っております。 となると、5ドルベイドルもチャンスが出てくるのかな。これ、上方向にね、えー、破ってきましたので、うん。えー、ただ、5ドルベイドルに関しては、えー、こちら1時間足と15分足ですね。このあたりが移動平均線の下側なので、まあ、ここは、うん、えー、ロングは見送った方がよろしいかなと。ユーロドルの方がまたいいかなと思いますので、こちらね、ちょっと押し目をつけたところ。はい。 こういったところでもう一回ね、1.22の手前でなりますんで、もう一回入り直しましょうかね。はい。こういったところでね、もう一回入り直します。同じようなポジション取っても意味ないかもというところでございますけどね。まあ、ここ、また押したところでね、しっかりと入り直すというのも大事だと思いますんでね。この辺りでまた伸びたところで取っていきたいなと思っております。まあ、1.22の前に、はい、レジスタンス食らっちゃうかなというところもあるかもしれませんが、一回下方向行っちゃいましたね。うん。 あっという間に、はい、先ほどの利益が吹き飛んでしまったというところでございますがまあまあ、えっと、移動平均線ねえ他の長い足は超えておりますので今のところはまだ焦るタイミングではないかなと、まあ、むしろこの辺りで、えー、ちょっとですね、えー、55万通貨ぐらいですね、えー、ちょっとプラスをしておいたぐらいがいいかなと思いますのではいこの辺りで これで15万通貨という形になりましたんでね。また、元に戻るようなところ、ボリンジャーバンドの2シグマもありますし、まあ、他のところもね、上髭があれど強い動きをしてますんで、まあ、これぐらいのところはね、しっかりとカバーできるかなと考えております。さあさあ、どうなるでしょうか。もうちょっとね、見ておきましょう。ちょっとドルがね、強くなってきましたが、ウェイドルの方が1時間足は上目線ですけどね。 他のところ、15分足と5分足がちょっと弱気目線、1分足もね、移動平均線超えておりませんので、まあ、こういったところで、ユーロドルの反発はある程度見込めるんじゃないかなと考えておりますんで、はい、ユーロドルが戻ったところで、しっかりと利益を重ねていきたいなと思っております。もちろんね、1万円割ってしまった時には、強制ロスカットということでございますんで、まあ、そういったところはね、今、3万8000円ぐらい利益出ておりますんで、まあ、そういったところはね、しっかりと、はい、リスク管理をしていくのが、 大事かなと考えております。えっ、ー、とあまり動いていないですが、うん、そうですね。ちょっと下方向ボリバンの2シグマ。 1.2195ぐらいでサポートが入るところかなと思いますんで、まあこのあたりでサポートが入ってね、もう一回上方向にね、1.22の方に近づいていったところにで、利確が見えてくるかなと思いますんでね、えー、もう少し待っていきたいと思います。ユーロ円見てみましょうか。ユーロ円は、えー、こちら1時間足が上目線、えー、そして15分足も、えー、上目線ということでね、えー、5分足もしっかり。えー、1分足だけでちょっと弱いようなところでございますけど、まあ長い上位の足がね、うん、えー、上方向 向いてますんでまあそのあたりでねユーロドルも間接的にねユーロ円を見ることによって強いところも出てくるんじゃないかなと思っております、えー、少し反発してきましたんでねまあ、このあたりで陰線から陽線切り替わればまたね、えー、前回の高値1.22に近づくようなところですねまあ、ちょっとこのあたり抜けてくれば1.22抜けてくれば面白いんですけどねまあそこに行くまでにはチキン利格がね、えー、すると思いますんでもう少しのね、えー、ところを見守っていきたいなと思っております えー、他に、ね、見ていくのが、ゴ、えードルベードル見ていきましょうかね、うんえー。こちらの方は若干ね、一本足、はいえー、移動平均線にレジスタンスを食らったかと思いきや、ねえー、ちょっとこの辺りまた反発しておりますんで。 まあ、ドルストレートは全体的に強くなっているのかなというところですね、はいまあ。ドルがもうちょっと弱含んでいただいて、この移動平均線の下側で、そうですねえー、今、陰線が伸びていってますんで、まあ、こういう状況になってくれれば、ストンと落ちることがあればね、えー、そしてこちらのまだまだ、ねえー、移動平均線とこの平均足が隙間がありますんで、ちょっと調整気味でね、えー、15分足も5分足も下目線になってますんで、まあ、こういったところでチャンスは生まれてくる可能性はありえるかなというところでございます。 ますねさあ、ポジションのユーロドルは、だいぶ戻ってきましたね。ここでもう一回吹き上げるところがあれば、理覚ができるかなと思いますんでね。はい、今、プラテンにしてきましたんで、なんとか、もう一伸びですね、してもらうというところが大事かなと思います。まあ、うまいことを切り返していただきましたんでね、えー、狭いレンジのところではございますが、この狭いレンジの上のところをね、うんとちょっとやったところで、はい理覚ができればなと思っております。 さあさあ、もう少しでね、今勢いはユーロドルいいですよ。ドルがもうちょっと下げてくれればと思うんですけど、ちょっとね、といった瞬間にティックチャート、ドルが上がってきましてね、ユーロが下げちゃいましたんで、ユーロドルちょっと難聴に、また元に戻されちゃったということですね。まあもう少し待つのが大事かなと思います。ドルが、うん、そうですね、もうちょっとストンと下げてもらわないと。 はいえー、いかんなというところでございますけどまあまあもうちょっと調整があるところではいユーロドルには天気が訪れるんじゃないかなと思っておりますユーロ円も合わせて見ておきましょうユーロ円はそうですね1分足ここの移動平均線抜けてくればね面白いところになると思いますし、まあ、5分足もね移動平均線の上側で要線に切り替わるかもというところでございますんでね、えー、ここのところ 一時間足としてはね非常に面白いですよね。ここの134円アタックというところがありますのでね5分、15分足もしっかりと上方向を目指すというところですね。まあ、もうちょっと様子を見ながら見ていきたいと思います。あとは、そうですね、どう、えー まあポンドが強いもんですからね、ポンドはいけいけどんどん、これポンドドルでございますけど、同じね、ユーロドルと同じドルストレートでございますので、まあ、こういったところ、ポンドドルが結構伸びていけばですね、逆にユーロドルも、はい、同じようなドルストレートということで伸びていきますんで、ポンドドルの方もしっかりとね、伸びていくような今チャートになっております。1時間足が右肩上がりで、その上側の平均足、同じくですね、15分足、そして5分足もね、1分足も伸びておりますんで、まあ、こういったところでね、かなり。 見ベラベラ喋ゃべってるうちにユーロの方がね、だいぶ戻ってきましたので、もう一伸びね、してくれればというところでね、えー、いきたいと思うんですが、なかなか伸びないですね。うん。まあ、あんまり長時間持ってもしょうがないので、ぴゅっと、はい、ここらでいってほしいなと思うんですが、 チキンしときましょうかね。ちょっとドルの方もね、下げ止まった感がありますんで、まあ、ある程度浮いちゃったら、決済するのも手かなと思っちゃいますね。はい。さあ、どうでしょう。うーん。あまり伸びませんが、ちょっとね、動き止まってきましたからね、まあ、この辺で、無難にいっときましょうか。 はい、もう時間切れということで、すいません。えー、またチキン理覚でございます。あ、その後また伸びましたね。あ <laughs> なぜ5秒待てないというところでございますけどね。まあしょうがないですね。はい。えー、2つのポジションを持ちまして、えー、まあプラスとマイナスがあって、まあ相対的にね、えー、600円ぐらいね、えー、プラスというところでございます。 1.22、えー、ねタッチしたところで、利確すればよかったなというところでね、まあ、悔いが、えー、残るというところでございますが、まあ、しょうがないですね。はい、1702円の利益ということでね、まあ、このところをちょくちょくしながらね、うんとまた、えー、続けていきたいと思いますが、ドルがやばくなってきたので、そうですね、ドルはちょっとショート打っときましょう、はい。ドルショートで。 ちょっとこの辺りね、下方向にストンと落ちて、109円80銭を抜けてくれば面白いところかなと思いますんでね、こういったところで利確ができればと考えております。108円、109円80銭、この辺りにタッチすると面白い状況かなと思いますんでね、今がプラマイゼロのタイミングですね。はい。うん、下方向に伸びてきましたんで、もう一伸びですね、してくれれば面白いかなというところですね。 109円80銭ぐらいで、はい、やって、まあ、移動平均線を1分足で超えてしまうとね、良、えー、くないかなと思いますんで、まあ、そこのところでは、と、はいえー、損切りのラインかなと。まあ、最悪このね、109.86というボリンジャーバンドの上限と、あとこちらのね、えー、高値のところが。 はい、同じく109.86付近ということでね、まあ、こういったところでは決着をつけないといけないかなと思いますけどね、ここでストーンと抜けていただければというところなんですが、はい、逆行してしまいましたね、えー、ちょっとそういったのは困るんですが、まあ、もうちょっと、ね、見ておきましょう、はい、900円のマイナスというところで、まあ、もうちょっと、ね、押すタイミングを見ればというところですね、さっきのユーロドルのところは、あまた、ね、下がっちゃってるということですね。うん まあ、ユーロドルが下がっていますが、どうでしょうかね。このあたりもう一回押し目を期待して、ユーロドルロング組んでおきましょうか。まあ、それとも無理なね、動きせずに。まあ、ユーロドル一回ロング組んでおきましょう。はい。えこういったところでね、二つのポジションを持ったということでございます。まあ、ドル売りとユーロドルはロングというところで、はい、どうなることでしょうかということでね。さあ、ドルの方が下方向を下げてきましたんで、うん、このあたりは、 リが乗ってくるのかなというところですね。はい。さあ、まあ、ちょっと一回ここら辺はチキンしときましょうか。400円。はい、チキン利確。<laughs> はい。えー、逆にユーロドルもちょっと伸びてきたのかな。はい、こちらの方も300、439円。はい、チキン利確。はい。ということで、えー、まあ、短時間でね、ある程度、パパッとやっていきたいなと思ってますんで、これで。 はいえー、合わせてね、400円と439円のね、えー、一応 <laughs> プラスということで、まあ、ここのあたりね、439円のマイナスを、まあ、ちょうどね、埋めることができたかなというところでございます。まあまあ、資金ながらも2500円ね、えー、利益を上げることができましたんで、はい。あとはどうでしょうかね、えー、見ていきますと、うん、あ、一回やっぱり109円80銭終わったんですね。まあ、ね、もうちょっと待っておけば利益は伸びたんですけど、どうなるかなというところでね、ドル円が、うーん、 そうですね。押したところでもう一回いけるかなというところあります。ユーロドルはちょっと値、ね、動きなくなっちゃいましたからね。ドル円のところが、はい。109.8084。うん。ここは順張りで、えー、1時間足ももうちょっとですね、落ちる可能性ありますし、15分、5分もありますんでね。こちらが、ちょっと跳ね返ってきましたが、準備をしながら、 ストンと下げるところがあれば、はい、えー、売りを入れていきたいと思います。109.805、806。次がまた陰線になれば、はい、いいですけど、ちょっと陽線になれば、あー、ちょっと上方向いっちゃいましたね。うん、次が陽線になっちゃうとね、うん、どうかなと思いますけどね。次の1分足が陽線になりそうだなというところですね。 まあ、ユーロドルとかはね、えー、大きく下げちゃったんで、まあ、さっきチキン利格くしといて、まあ、結果論ですけどね、良、えー、かったかなというところでございます。まあ、あまり欲張らずね、はい、行きたいなというところですけど、またここでね、ショートポイントが出てきましたが、まあ、ただね、うーん、こちらの方は、5分足の下ヒゲが長くなってきたのと、まあ、1時間足がね、やっぱり移動平均線の上側にありますんで、あまり無理してね、 うんえー、ショートを握ってもしょうがないかなと思いますんで、まあ、あくまでも移動平均線を超えないところで、要線から陰線になったところでショートをしていくのが大事かなと思っております。えー、どうでしょうか。このあたり入れなかったら、ちょっとね、動画をカットして終わりたいなと思うんですけど、どうかな。うん。ユーロドルは、まだ、ん、でも弱くなってきた。ちょっと上値が重いですもんね、1.22が。この辺で入るのはむずいかなというところですね。 うんさあこの辺でね3本連続要線だとちょっと流れが変わっちゃいますんでねここの辺りで見てみましょうかもう見極めるということで、はい、ここが次で陰線になりそうなところがあればショートを取りたいなと思っておりますいい感じかもしれませんね ずるっと下げてもらえれば。上がっちゃったね。ティックチャート見ますとね。ちょっと厳しいですね。うん。ここからショート入るのはちょっと厳しくなってきたのかな。まあ、あと15秒で1分足確定しますんで、17時50分。はい。この辺り、陰線になりそうになければ、ちょっとここらで終わりかなというところでございますね。さあ、どうでしょう。 あ陽になっちゃいましたねちょっとここは入れないというところで、ユーロドルも、うーん、ちょっとここもね、上値重い中、切っちゃいましたんで、 はい、えー、じゃあ、ここら辺で終わりにしましょう。ちょっとね、中途半端な、えー、最後でね、えー、申し訳ございませんでしたが、えー、ここらで終了したいと思います。一応ね、当日のところは、まあ、チキン利学ばっかりでございましたが、えー、一つね、<laughs> こんな中でもヒントになるものがあればというところでございますが、まあ、5つのトレード、5つのポジションを持ちまして、えー、一応ね、 はい、えー、こちらは4勝1敗というところでしょうか、1098円と1043円のプラスから439円のマイナス、そして400円と439円のプラスということで、えー、合わせてね5つのトレードで2541円、えー、しょぼいトレードではございましたが、はい、えー、ここらでね、えー、終わりたいと思います。